アッツ島は日本軍にとって最初の玉砕戦があった場所です。この時のアッツ島守備隊の司令官は山崎康頼区軍大佐。山崎大佐は、米軍は大艦隊で来るだろうと予測し、後の陽動と同じく敵を内部に引き込み戦う作戦を指示。そして現れた大艦隊1万1000対2650の戦い。日本軍は島の奥まで侵入してきた。米軍第17連隊を壊滅させ、次の大隊とも真っ向勝負し、海岸線にまで後退させます。そうして18夜が過ぎ、戦闘に耐えられない重傷者が自決。山崎大佐は生存者全員を集合させ、一人一人の兵をねぎらい、右手に軍刀を、左手に日の丸を持ち、部隊の戦闘で最後の特攻へ進みます。鬼の進撃で次々と陣地を突破します。本陣目前で米軍の猛烈な反撃に遭い、その火力の前に赤軍は、全員3名、日本軍の遺体の1万先頭で倒れていたのは、山崎大佐でした。米軍の戦士の突撃の壮烈さに唖然とし、戦慄してなす術がなかった、と記され、山崎大佐は、期待の作戦か、と称えられたのです。アッツ島で玉砕された英霊の御霊に感謝し、この玉砕から現代の平和を考えるきっかけとなれば幸いです。